はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。今日はなんと、ケイズ電機スタジアムの方にお邪魔してます。ケイズ電機スタジアム水戸ということで、はい、J2 のね、はい、水戸ホーリーホックのスタジアムに来ましたね、はい、で、ここであれでしょ、あの何ヤード飛ぶかとかゴルフでカップは全然ありません。ないの？今日はですね、はい、まあこの後ちょっとイベントがね行われるということで、ジョーさんが、俺出んの？イベント。そうですよ、秋葉監督とこのつながりですから今日。そうなんだ。そうですよ。いや俺なんでさここに来るのかなと思ってて、ジョーさんがそれがびっくりしてどうするの。それに僕ら許可得てないのにこう突撃で来たっていう。そういうことね、はい、潜入なんだ。そうなんです。じゃあ今日さ、せっかくだからさ、はい、サポーターの方もいっぱいいるから、はい、チャンネルのステッカーね、はい、あれもちょっと配って。そうですね、うん、あの機器つけて。いやいや、ジョーさんがいや俺じゃないよ。いやジョーさんがやります。それはフルピーだよ。だって前もさちょっと全然失敗してんだから。まあそうですね。そう、もっともっとこうねいっぱい広げていけるようにね。わかりました。ちょっとやりましょう。頑張ります。ちょうどね監督が秋葉そうですね監督なんで、はい、僕のね同期でもありますしね。まあだからちょっと監督にも話聞いちゃおうかな。それできますか？できるでしょ。ダメ？まだ聞いてないの？何も聞いてないですよ。では、まあ、その秋葉さんのつながりで今回イベント呼ばれたということだったんで、うん、ああそう、呼べるでしょいいえ、呼んじゃう、うん、なんとか呼んで頑張りたいと思いますね。じゃあちょっとね、いろいろ広げていただいて、ね、はい、はい、やっていきましょう。はい、プリさん、念願のすいません、今日は退場者4人も出して大敗してしまいましたが、あのジョーチャンネルのステッカーだけはしっかり配りますんで。目標枚数を教えていただけますか？目標枚数は500枚。もうこれ配れなかったらまた罰ゲーム、さらにちょっと過酷なのを出しますので。まあ自信あります。あ、ありますか？今日は、はい、全部さばきます。よし、はい、じゃあ頑張ってください。今回は登録までしてもらって配りますんで、登録者数も上がると思います。ああ、ここでね一気に500が上がればすごいですね、はい、そういうことです。ああ、そういうことですね、はい、身体かけてやりますんで。あ、分かりました、はい、じゃあこれもし500枚配れなかった場合はもう引退という形でよろしいですか？いや、フル AD になります。あ、AD? 降格っていうだけですか？はい、フル AD からまたやってみてください。フル AP、 分かりました、はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。お願いします。もう間もなくイベント始まりますんで、今あの司会の方がジョーチャンネルが来てるって言ってくれました。間もなくジョーさん出てきます。密着です。今ですね、ジョーチャンネルは現在28,903人。これからステッカー配って実際これで3万までいくかチャレンジしたいと思います。皆さんこんにちは。今日は今シーズン初めてのトークイベント、リアルホーリーホックライブをこちら場外イベントステージで開催をしていきたいと思います。そして豪華なゲストがケイズ電機スタジアム水戸に来てくださいました。元サッカー日本代表、ジョー庄司さんでーす。はい、皆さんこんにちは、ジョー庄司です。意外にいますね。そうですよ、ジョーさんかっこいいとか出るんですよ。ありがとうございます。このスタジアムだってから初めて。そうですね、はい、いかがですか？いや、ちょっとね、イメージが変わりましたね。あ、本当ですか？なんか昔どんよりしたね、選手はやりにくい競技場だったんですけどもね、すごくね、立派になって、さっきねピッチの中見ましたけども、はい、すごくねいい芝ですしね、整備されていて、はい、僕が来た頃なんてねもうボコボコの変なねグラウンドでしたよ。この後、はい、お話伺えればと思います、はい。今回ジョーさんが水戸オリオックのホームゲームにご来場いただいたのには理由があります。マイアミの奇跡を起こした1996年のアトランタオリンピック、現在水戸オリオックの指揮を取っています秋葉忠弘監督もその時のメンバーなんですよね。はい、そうでした。そうでした。今回ジョーさんには秋葉監督のことやオリンピックのことなどをたくさん聞いていただきたいというふうに思います。さて早速ですね、まず秋葉監督のことをちょっといろいろ伺えたらいいかなと思うんですけれども、あのジョーさんは秋葉監督と実はあのジェフ市原でも一緒にね戦っていたということなんですよね。そうですね、まあ、彼はもう高校の時から知ってるんですけども。そうなんですか、まあ、はい、ただ94年ですかね、一緒に入団しまして、しかもやはりこう私たち最初寮だったので、はい、寮の本当にこう目の前のこう部屋同士だったというね、365日一緒にいたというようなね、そんな感じでしたけどもね。その時の秋葉さんの印象どうでしたか？そうですね、まず部屋が汚い。汚いですか？はい、いや本当にね、あいつね、はい、もうとんでもない服汚かったんですね。あ、そうなんですか。だから僕が掃除しに行ってたんですよ。
よくね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。へえ、なんか意外ですね。当時は本当どうしようもないやつでしたね。今ミドルクの選手がね、こうやってバスで到着しました。ぜひね、これ皆さん拍手で、ね、タオルとかをこう掲げてね。すごいね。こういう風に皆さん。そうなんです。これ秋葉監督乗ってんですね。そうです。秋葉監督乗ってますよ。秋葉こっちに来い。こういう風に、まあ、サポーターみんなにこうやってバスを、ね。すごいですね。出迎えがすごい熱いです。こうやってサポーターにこうやって拍手を受けながら入っていくと。これ連敗してる時は どうしてるんですか。なんか物投げるんですか、はい、皆さん。投げない？いや、ここは暖かくね。ああ、そうなんですね。はい、あ、いい方たちですね。そう、本当にいい方ね。戦友ですから、はい、僕がね、ここに来たらやっぱり彼は試合前でも関係なく来るはずなんですけどね。来た？秋葉来た？秋葉監督が登場しました。あら、試合前なのに、あれ試合前なのに忙しいよね、忙しいね、そうだね。今わざわざ張昌司さん来てくれましたから。そうですよ。ありがとうございます。いやいやいや、とんでもないです。いや変なこと一切言ってませんよね。うん、いや、これすごいね、サポーターの方と距離が近いし、すごく皆さんね、拍手してすごくいいとこなんで、こうやって皆さんいつも温かく、スタジアム来てくれて、いろんな声援をくれてるんで、もう本当に助かってます。ねえ、本当ありがとうございます。いや、本当すごいね。いや、びっくりした。いや、こんなにね、皆さんが温かくね、迎えてくれるなんてね。だから物投げろって言ったのさっき、連敗中はなんかそうしてないけど、投げていいですよ。いやいやいや、そうです。今日のちょっと試合前なんで抱負をね。まあ、そうですね。これ今日何対何で勝つのかね。いいこと言うでしょ。今日はじゃあ 2-0 ぐらいにしときます。もう 2-0 で、 2-0 でね。これ負けた時のなんか罰ゲームっていうのを今結構してるんですけども、皆さんこの後考えてもらって、考えてもらってね。もうもし負けたら蝶が来たからせいにしときますね。俺のせいなのね。そっかそっか。もう本当試合前にすいませんね。そう、本当にすいません。なんかまた、いやいやいや、ありがとうございます。お邪魔して、またいろんな話したかったんですけど、またぜひ。そうですね、またぜひお願いします。またすいません、今日はよろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、今日はぜひ勝ちましょう。サポーターの皆さんも喜んでます。いろいろある中来ていただきましたよ。いや、すごいですね。彼はやっぱりね、皆さんのあれ思いとかをよく言ってるんで、もうね、はい、本当に監督就任した時からいろいろ話してるんですけど。ああ、そうなんですね。ものすごくね、話が長い。長い。いや、水戸の方々のこう話とかね、こういう風にね、環境がこうやってね、だいぶ少しずつ整ってきてとか、皆さんにいつも感謝してるんで、だからお前なんか悪いことあるんだろうって言うんですけども、でも本当にない。でもとにかく本当にね、皆さん熱心に応援してくれるっていうことで、次は早くね、お前監督辞めて俺がそこに入ろうかなっていう話をしたんですけども、本当に城さんのこうトークを聞いていただいてますけど、このお話をいただいてね、まあ喜んでやらせていただきますっていう回答はしたんですけども、まあいても10人ぐらいだろうなと思ったんですけどね、意外にいましたね。まあ本当にこう半分以上が多分皆さんの力で絶対ね、 J1 に昇格させるという、僕はそのぐらいのこう皆さんにパワーがあると思っているので、ぜひそこはね、皆さんのサポートでぜひね、頑張ってもらいたいなと思いますね。はい、本当にね、さまざまなこう楽しいね、お話いただきで本当にありがとうございます。とんでもないです。はい、さて、まあ、そろそろお時間となってしまうんですけれども、なんかこの後ですね、プレゼントがあるというような話をね、伺ってはいるんですが。ああ、プレゼントね、はい、あのね、10人ぐらいしか来てないと思ったんでね、プレゼント少ないんですけどもね、私もね、やっぱりこう、もちろんサッカーですからね、サッカーのやっぱり J リーグを中心にサッカー界と、あとスポーツ界をね、やっぱり今後ももっともっとやっぱり盛り上げていきたいということで、まあ僕はあんまりやりたくなかったんですけど、 YouTube というのをね、ジオチャンネルというのを立ち上げました。実は今日ちょっとスタッフをね、連れて一緒に連れてきてるんですけど、フルピーちょっと来て、カメラ持って、これね、ジオチャンネルって見てくれたことある人いますか？見てくれた YouTube ね、いますか？あ、何人かいますね。あの、僕のいつもね、横にいるね、フルピーっていうね、はい、プロデューサーなんですけども、はい、フルピーどうも。これね、ジョーチャンネルステッカーっていうのはね、実はこれ僕の作ったんですね。これね、サインを実は入れてきました。だけど、あのね、枚数がね、5枚しかないんですね。5枚しかない。なので、こっちから順にじゃあ5枚いきましょうか。はい。ね、せっかくなんでね、はい。そこまでの方にこれをまずプレゼントします。はい。で、フルピーがいっぱい持ってきちゃった。500枚あるから、これはね、ぜひ登録してくれる人にあげます。いいですか？だから携帯電話の準備してください、皆さんね、はい、登録してもあげるということでいいね、はい、はいはい、でこれはフルピーが配ります、そこでね、今なので、これ皆さんもし欲しかったら持ってってください。皆さんにプレゼントさせていただきますので、スマホでチャンネル登録をお願いいたします。はい、ジョーさんでした。ありがとうございました。でこの
後あのフルピーもお疲れ様でした、ステキホテルの方とりあえずイベントすごいね、すごいですね、やっぱりね暑いね、はい、すごく良かったと思いますし、これあれですね、こんなにイベントがあればね、スタジアムで撮られたらいいですね、そうだね、だからまあそういったところでは、はい、そう盛り上がると思うしね、はい、ぜひちょっとね、まあこれ全部配ってくださいね、はい、ね、お願いしますよ、はい。横浜駅のサポで、ジョー君の特徴があるんで、これこの間ヤマハスタジアムの時はもう、はい、はい、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。フルピーすごいですね。すごいですね、これ。これ僕、首になんなくてよくなりました。ご苦労様です。ありがとうございます。登録してますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。フルピーが大人気みたいです、ね、ございます。いや、もう皆さん本当に優しいです。さあフルピーお疲れ様でした。お疲れ様でした。組まりましたね。そうですね、イベント終わりで相当、何枚だろう、150枚ぐらいはもらっていただきましたね。もう中にはあの登録されてる方もいて、果実の話が見たいとかいうふうに言っていただけたことの方もいたので、まだね、ちょっとこの辺をつけばまだまだ配れそうな感じはあるんで、もうちょっとあと30分ぐらい、キックオフまでちょっとやってみたいなと思います。ちょっと怒られるまでまたやりましょう。すいません、ステッカーじゃなくても。あ、どうぞどうぞ。登録します。ありがとうございます。見てますか。ありがとうございます。イベントが終わってからもう30分ぐらい経ちましたかね。あれ、ステッカーもらいました。あー、もらってください。嬉しい、ありがとうございます。お願いいたしますよ。やったー、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、登録してありました。ありました。ありがとうございます。見てました。見てました。ありがとうございます。いや、結構こっち側に入ってるのはもうほとんどなくなってきましたね。これは空にしたいですよね。そうですね。500、これ全部なくなったら500以上ですね。あ、これもらいました、ステッカー。あ、もらってないです。あの、上昇寺わかります？わかります。あ、ありがとうございます。あ、お友達にも。あ、すいません。ぜひチャンネル登録お願いします。はい、ということで、まもなくね、秋葉監督が来ます。今日の試合のことについてとかもね。そうですね。まあ、サッカーのことをね、語ってくれると思うんで、ちょっとね、いろいろ聞きたいと思いますね。そうですね。はい。それだけですか？何それだけ？いやいや、もうせっかく来てもらうんだからあれですよ、監督にちゃんと出演交渉していただかないと。出演交渉か、はい、なんかさ、交渉じゃなくて、はい、あいつ喋るのすごい好きだから、はい、喋ってる間にちょっとぶっ込むわ、これ流れで、はい、そう、あいつのこう会話を聞きながら、はい、なんかこう情景を出しながら、はい、出ろよみたいな感じしたいとか。あ、いいですね。そしたらもう多分あいつ、すぐ多いよねとかってそういうタイプだから、はい、OK、じゃあね、ちょっとそこで、ね、交渉しましょう、はい、よろしくお願いします。はい、まあとりあえずは今日の試合ね、そう、いろいろお説教を受けます。どうなの、チーム的に、うん、まあ中山が戻ってきて、そうそうだね、やっと、うん、他の選手もそうだね、柳沢コウっていうのもようやく戻ってきてくれたし、ここにまだ今金久保純とかやっぱさ、クオリティある選手がもうちょっといるんだよね。そうなんだね。そう、やっぱ個の力とかクオリティとか、まあそうだね、何本かやっぱチャンスあったじゃん、シュートのところも。あそこがやっぱりかなり肝になるね。そうだよね。前半の最初かなあたりからやっぱり6番17番のあのあたりがやっぱりちょっとディフェンスに吸収されやすいから、だからそうするとフォワードとの距離感がすごい空いちゃって、あそこで全部取られちゃうでしょ。やっぱりこう畳みかけていくセカンドボールを拾うっていうのはなかなか難しくて、でも守備の組織はやっぱさすがだね。守備は連動して、そう、ボールに対してね、行ってカバーリング行くとか、そういうのはすごいできてるからね。だからもうこれ難しさだよね。なんか守備のことを言うと、うん、やっぱ少し攻撃がどうしてもちょっとおろそかになっちゃうし、うん、これでも守備は本当今日これで21試合、21失点だったから、うん、一応1試合で1以下にこうなりつつあるんで、だからあとこれやっぱ正直いい選手だったって言いたくないけど、やっぱいい選手だったなら前のクオリティって大事だな。まあいいこと言うね、お前もね。いやでもやっぱり点取るところって ね難しいかなっていうのと、やっぱクロスに対してやっぱりペナルティーエリアに何人いるかって見てたんだけど、やっぱり少ないんだよね。
そうすると1枚で何とかするしかないとかそうなっちゃうからそこもね、まあ難しいだろうし。俺でもさ、ゴール前のことは相当やってんだよ。っていうのだからビルドアップのことは俺全くやってないから、うんうん、これもゴールから逆算って言ってもうゴール前のトレーニングしかしないから、うんうん、だからあんまりビルドアップはさ、俺もは多少諦めてんだよ、うん、だけどだからやっぱ今正直言ってくれたようにゴール前にこう入ってくる人数だとか、うん、でもボックス内にどう人とボールが入っていくかのところで、うん、やっぱこう斜め前横から全部こう三方向からどう入っていくかってやってるんだけど、でまさに言ってる通りマサトも今日ちょっと試合感ないのか、うんうん、いつもだったら一番点取るところにいるのに、うん、全部なんかちょっとボールされていっちゃってさ、そうだね、で藤井も今日なんか全部外流れてたでしょ、うんうん、こうゲームをやってないとやっぱ選手ってやっぱこうなんだなっていう、うんうん、的にね、ストライカーでもこうボックス内に入らずになんかサイドに行っちゃって2人でもね、多分受けたいのが先に成功したんじゃない、リズム作りたいし、あとやっぱシュートのところの最後のやっぱり膝下の使い方が全然重くない、やっぱももで打ちに行っちゃうから、そうなるとやっぱかなりやっぱ老けていくし、あの前半のさ大チャンス右サイドから突破してってさ、であのシュートもさすごいと思う、本人は結構やっぱりインパクトで思いっきりバーンと打とうと思ってるんだろうけど、あれなんてもっと膝下でパチンと打っちゃえば多分すごいいいところに行くはずなんだけど、なんかそんなもさじゃなって、2回目ちょっと押さえたから枠外したし、ね、そうまあでもね、分かった、それはだからジョーチャンネル来てやってよ、庄司教えてくんないとさ、それ教えるよ、ストライカーのとこは頼むわ、そこ最後のとこだからね、あそこでやっぱり決まればもう試合気持ちよくからね、でも毎回多いの、ああいうの、そうでしょ、もう今日ならまだ少ない、もうあんな決定機結構何回もあるんだよ、だけどそこでもう仕留めれるかどうかだから、やっぱこうまあ、スペインでもよく言い方ないけどさ、ストライカー買ってくるっていうもんね、まあ、もう育てるっていうより、でも買えねえじゃん、チーそうなの、買えねえなのだから正直来て教えてくれないと、もう最後とかさ、だから俺さ、ちょっともう一回行くよ、うんうん、で、ちょっとトレーニング一緒に入って、ちょっとその報道陣を見てね、でもその代わり、お前 YouTube 出ろよ、もちろん YouTube チャンネル、もちろん、もう全然やらなくてもいいけど、教えていただけるんだったらまず交渉成立、それはもう、それはもちろんそれから精度上げてもらって困るから結果にコミットしてもらえないと、だって俺もサポーターに言ったからね、今日イベント時にね、秋葉がクビになったら俺いますからって、そうだでもやっぱり熱いよサポーターすごいね、水戸のサポーターはすごいありがたいです、今日も一番入ったんで、うん、しかも今5000人までしか入れないんで、今知ったじゃん、ちょっとキャパ小さいんで、うん、そういった中で、で、スポーターの方今日 T シャツ3000枚とか、すごいね、で、チラシも、うん、じゃあ自社で高野フーズさんが、うん、新聞に全部、うちに全然全部高野フーズさんが入れてくれた、入れてくれたんだ、あれ何件入れてくれたんだっけ、読売さんと茨城新聞なんで多分20万件以上、そうでしょ、20万件チラシ入れて、で、やっぱ関東圏だから、うん、ポテンシャルだと思うのよ、うん、まあそうだね、そうそう、だからよく人だけはいるんだよね、やっぱりそれ山形じゃ甲府だとかよりは全然いるから、うんうんうん、ただあとはちょっと鹿島アンタズがいるっていうか、そうだねそうだね、そうそうそう、鹿島に持ってかれちゃったね、鹿島があるんだけど、でもね、J1 と J2 積み上げられたのね、まあそうだね、 J1 は鹿島、J2 は見て応援してください、ね、そうだ、ね、でもさ、さっきのさ、俺さ、シュートの話なんだけどさ、俺さ、前でちょっとセビージャに今日本人のさ、コーチ若林君っていうの言ってんだけど、ちょっと喋っててさ、俺は選手の子ってさ、当たり前のようにキーパーの逆取るとかさ、タイミング合わせるみたいな蹴り方してさ、ウィーンとかって決めるじゃん、うん、そういう選手減ったなと思って、うん、すぐにもうすげえ強いボール蹴ろうみたいな、 そうだね、そこの判断がやっぱり見えてないんだよ、そうだね、そうで、やっぱりこう、遊びとかちょっとした裏を書いてやろうなんていう、そういう心よりも多分もうザーンといって、ね、入ればっていう感じになってるから、だからああいうのもトレーニングの中でやっぱりそういうシチュエーションを作ってそういうのやらしたりとかやっぱりしないと、ある程度やっぱり練習しないとできないし、まあね、2日前ぐらい急に言い出したの俺、それセミナーで喋ってそれも忘れてた、指導者なんて意外に忘れてて、やっぱすぐにこういいボール蹴れよとかって言うけど、いやいや甘いコースでもタイミングずれたりとかさ、でキーボード逆取っちゃえば入るじゃん、はいはい、コースが甘くてもさ、で一部にやるじゃん、チップキックしたりとかさ、そうそうそう、ね、いろいろこうするじゃん、そんなのをこうさ、強しなんて意外にこう忘れがちになっちゃってて、うんうんうん、ってこの間言われて、なんかスペインの選手とこの間日本の選手見て一番違いは何かと思ったら、うんうん、やっぱシュートみんな隅にすごいボールでちゃんと蹴ろうとしてるね、日本人って、うん、だけどスペインのやつだとかってもうキーパーと駆け引きして、うん、タイミングずらすとか相手に逆取ってビンって、うん、だから隅なんか行かなくても点取ってるんですよみたいな、うん、でもそうだよ本当にね、だから結局最後のところで、まあ、膝下っていうのも、うん、結局じゃあこうバチンって打つのか、うん、そこで
ちょっとワンテンポ戻したアウトサイドにポンとかけてこうと決めるのかとか、それがやっぱり多分膝下の使い方って一番そうだから、こうインにゴンって巻いて、ね、決めるとかさ、そうだね、右見せといてこうインに巻けるとか、ね、そうそうそう、膝下も振り入るとさ、でも取れないじゃん、タイミングさ、そうなんそうなん、ね、だからそういうのが使えるようになったらもっと面白いと思う ね、 多分ね。でもそれが多分トレーニング方法と多分そういうのを打たせて多分感覚がないから、そうだね、だからそういうのをやっぱり積み重ねていったら面白いと思うよ、ね、多分、うん、ハマれば取れるけど、ハマんなかった時にでも勝ち切らないといけないでしょ。だからここ何試合かあれじゃん、いいゲームしてるけど結局取りきれなくて3試合ゼロでしょ。で取る時3とか5とかと思う、そうでしょ、5点とか3点とか取るけどで若いよね。そうだね、そうだ、一番平均年齢若いね、あのスターメンの平均年齢が J1、J2、J3 でも一番若い。そうなんだ、24点ちょっとぐらいだから、やっぱ若いんだね。今日だって3トップ19歳20歳21歳だ。そっか、スピードプロだからさ、行っちゃうんだよ、前にずっと張り付いちゃってさ、張り付いちゃってね、だからさっき勝利言ったように、もう距離感ずっと飛んでてさ、そうそうそう、おい、だから相手からさ、そう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 、もう気持ちは流行ってんだよ、やっぱね、ゴールに行きたいから、そうだね、いや、その距離感は悪い悪い、そうするとゲーゲンプレスも何も分かんなくなるから、確かにね、でもまあ、でもこれ積み重ねだよね、もうね、まあ、そうだね、そういうふうに選手も来てるからさ、うん、それで試合経験を積んで、うん、若いけど、J1 からやっぱ試合経験積みに来て、うん、これでもやっぱ教える人の問題かな。まあそりゃそうだよ、ストライカーは教えられない。教えられない。難しいよね、ストライカーって究極のそうポジションだから、そこまでも難しいよ。ストライカー育成なんとかっていろいろね、昔業界もやったけど、結局難しいじゃん。しかもタイプもあるじゃん、そう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 、ストライカーもね、その人それぞれあるから ね、 ね、マジ本当そうだよ。でもこう独特のやっぱ感性になるとか、うん、あの多分メンタリティも含めてやっぱ理解してあげる人がいないと、そうだね、確かにね。もちろんね、今うち浜さんって浜崎さんってね、うんうんうん、フォワード出身の人来てくれて、うん、もちろんいろいろやってくれてるけど、まあね、結果にコミットですから。まあそうだね、一番大事なのは点取らないと勝てないから。そうなの、勝ち1なのマックスでもさ、そうそうそう、で、性格的に面白くないじゃん俺ら。そうでしょ、セバテロなんてさもう一番面白くない ね、 だ、 ね、うん、だったら4-3とかさ、そうだよね、5-4とかで打ち合ってくれた方が、うんうん、いいんだけど、でももともと水戸はやっぱりこうね、水戸ナチョって言われてくるから、やっぱ趣味のことが点取られるから、ね、やっぱね、クラブ含めて、まあ、取られるのも嫌なんだって。そうか、それすごく難しい。あのマインドだいぶ変えて好意的にしてるけど、でも去年はなんかそれ成功したけど、また今年も少しね、うんうん、ちょっと針を60やっぱ3点取られちゃまずいでしょってなったから、まあでも、まあ、難しいね、まあバランスなんだろうな。だってスペインだってね、10人相手に1-1だ、28本シュートって、アトランタの時と一緒だ、まあ、そうだね、本当ね、ブラジル全部の時もあるし、スペインだって1-1だもん、スイスも。そうだね、ずっと課題なんだろうな、このストライカーってね、うん、まあでも俺が言って本当に爆発的に点取れるようになったら俺はギャランティーもらうからね。もちろん逆に払いましょう。もうすぐ社長に言うから。俺も小島社長にもう言うからな。そうだよね、もうだって横浜時代もうバンキシャで張り付いたって言ってる。そうだよ、もう昔から知ってるから、ね、やたら詳しいだよね。神戸の最後のゴール俺覚えてるとか俺は庄司のゴール覚えてるとか、すごいの。俺よりめちゃくちゃ詳しいから、まあ、すごいです、ほんとすごいね、お世話になった、うん、で理解があるから、あの GM の西村含めて、うん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 、理解があるとなったら少ない、ね、やっぱりクラブがやっぱり俺も言っといたんだけど、やっぱり資金がね全然ないから、サポーターにも言ったんだよ、みんなありがとう、やっぱもっとお願いしてくれて、もっといろんなものをね、まあ買ったりいろんなことで、ね、サポートしてくれればやっぱりこうね、ありがたい、そう一応言っといたからね。なかなか当事者言いづらいからね。そうです、金じゃねえかってね、言われたらと思ったけど、でもいや、そこは大事だよって、一応プロはどうしてもね、お金に比例するっていうね、いや本当、だからあそこででも結局やっぱりあと3人とかぐらいいいのをがっつり取れたら全然変わるじゃない。そうでしょう、そう、まあでもいいサッカーはしてるからね、そう、まあなんとか本当に少しでも上行かないじゃん。そうだね、ああちょっと離れたもんな、そっちだね、上と。まあでもまず残留っていうのはまず絶対条件だから、うん、今年やっぱ4チーム落ちるし、うん、で来季もまだ4つ落ちてくるから今度、そうだね、ここの2では少し我慢っていうのはクラブもともと言ってくれてるから、うん、そこはすごくありがたい、うんうん、そう、やっぱだって7億ちょっとじゃやっぱりもう J1 いや J2 でも平均15-16あるからね、そうなんだな、予算の半分ないから、でやっぱ言ったようにさ、じゃあ日本人で絶対それが1人は送るけど、うん、もう1人はやっぱブラジル人とかさ、うん、やっぱねそういうのも本当はね、またちょっと日本人とは違う、やっぱさ、そうだね、独特なね、やっぱね、リズムあるし、そうそうそう、そう、だから計算できる選手がいるとね、うん、いいんだよね、シーズンで10点取れるかなとか、そう、田中山里はやっぱ、10試合で6点取って、うん、まあ、これもいってくれと思ったら、やっぱ怪我したっていうのもあるし、
まだだって29だよ。そうそうそう、これからこれから。もうちょっと言ってぶっ飛ばしてるかな。それで出たんだ、いいよ。果実式はやめてよ。いや、果実式だろ、お前。俺たちの時代は。一部だ、果実だろ、それは。そうだけど、今時代にそぐわない。そう、なるか。そぐ言われちゃう。そぐ言われちゃうね、確かにね。コンプライアンス引っかかっちゃうね。そうそうそう、ね。まあ、それは優しく教えるけど。ね。もちろん、もちろん。ね、試合後なのに、すいませんね。いえいえ、ね、帰ってなんで、むしろ来てもらったらね、たくさんゴールをお見せしたかったんだけど。いや、本当ですよ。すみません、またいろいろ教えてください。はい、ということで、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。